そして今日のラストライブ、最高にエキサイティングなツアーだったぜ。まずみんなに感謝するぜ。それと寒い中頑張ってくれたスタッフ、この動画を見てる世界中のハードロッカーに敬意と感謝だぜ。この後来年ボーカルを選んでユニットとして動き出すんで、みんな楽しみにしていてくれ。これからも全突破で引き倒していくぜ。みんな良いお年を。ロックンロール。